謝罪なり何なりっていうのは相当おかしいと思うんですが、国民をなめんのもいい加減にしてほしいと。おかしいと思いませんか？これおかしいと思いませんか？立憲民主党長妻議員が安倍総理に謝罪しろ、おかしいと国会で叫んでいた。これまで総理大臣は国有地の処分価格も含めて適正になされていると、適正適正と何度もおっしゃった。で、私が総理にこの適正とおっしゃっておられたけれども、会計検査院が適正ではないとこういうふうに判断を下したからにはですね、総理のこれまでの国会の発言について謝罪なり何なりないんでしょうかというふうにお伺いしましたらですね、総理からは国有地売却の問題については担当している財務省や国交省から適切に処分していたとの答弁があったところであり、私もそのように報告を受けていました。これまでの私の発言についてはそのような理解の上で申し上げたということで、間違ってたわけですよ、総理の適正という発言が。でもその間違っていたのは財務省からそういう報告が上がったから、それをただ言ったまでだと、まあ、自分は悪くないと言わんばかりの答弁だったと私は思うんですが、これ総理はいまだに自分は一切国会に対して適正だ適正だと言ったことについてですね、謝罪なり何なりというのは一切ないわけですよね。その時にですね、そのないのも私はまあ相当おかしいと思うんですが、じゃあその総理もおっしゃるように適正だというふうに報告を上げてきた財務省の責任、謝罪、こういうのはあるんですか？私の見解を聞かれたときにお答えをしたことについてはお答えをした通りでございます。覚えておられると思いますが、その際、適切にですね、対応していると報告を受けていると答弁をし、しかし同時にですね、会計検査院、独立をしている会計検査院がですね、しっかりと検査をするものと思われると、これは他の案件と同じでございます。さまざまな省庁がさまざまな職責を、予算の伴う仕事をしているわけでございますが、その仕事について、当然ですね、内閣総理大臣としては適切に仕事をしていると、こう思うわけでございます。しかしそこに権利が生じた場合には、会計検査院がですね、しっかりと検査をすると、こういうことではないかと、このように思います。いや、驚きました、今の答弁。会計検査院の報告が出る前の答弁ならまあそうかもしれませんけれども、検査報告が出て適正でないというふうに検査院が指摘したわけで、これまで国会でですね、総理や財務省が適正だと長い時間使って国会で審議して、皆さんも聞いておられたと思うんですが、その謝罪なりというのは何にもないんですか？それで国税庁長官に栄転ですか？国民をなめんのもいい加減にしてほしいと私は思います。いかがですか、総理。ただいま答弁した通りでございまして、これは会計検査院からはですね、この案件だけではなくさまざまな指摘を受けるわけでございます。そうした指摘を受けた際ですね、私の方からこの指摘に対しての政府としての考え方を述べさせていただいているところでございまして、次年度の予算においてはですね、それを反映させていただくということを申し上げているところでございます。これ委員長もおかしいと思いませんか？これ与党の皆さんもおかしいと思いませんか？だって国会でですよ、それは会計検査院は大変多くの指摘はしていると思いますけれども、この森友学園の問題は相当国会で議論になりましたよね。相当。それで何度聞いても適正適正適正、総理もおっしゃり財務省もおっしゃった。で、それが適正でないということになったときに、ここ国会ですから、こちら行政府ですから、行政府の責任者として国会でですね、そういう答弁をされたことについて何にもないんですか？謝罪も。しかもその総理がおっしゃる財務省の言うことを自分は真に受けて答弁したんだというような趣旨のお話しされた、その財務省のその責任者が国税庁長官に栄転をする、そしてそれについて総理に聞くと適材適所であると国会で答えるというのは、私は前代未聞の無責任体質じゃないですかと思うのは
私だけじゃないと思うんですけれども、これ与党の皆さんどうなんですか、これおかしいと思いませんか。これ別に何か与党と野党のこれ対決する話じゃなくて、国会は一つですから、国会に対して政府ですよ、政府が適正だと答弁していて、それが適正じゃないって会計検査院が指摘をしたことについて何にもコメントがないんですか。財務省も総理も国会の時間を何だと思ってんですか。ちょっと総理もう一回答えてください。これは今までも答弁をさせていただいているわけでありますが、森友学園への国有地売却については、私自身、先の衆議院選挙における各種の討論会やこれまでの国会においていただいた質問に丁寧に説明してきたところであり、今後ともですね、しっかりと説明していかなければならないと考えています。こういうこと聞いてない。他方でですね、かねてから国有地の売却価格については会計検査院がきっちりと適正に調査をするものと思っているということを申し上げてきたところです。その後政府から独立した機関である会計検査院が検査を行い、先の国会において報告が提出されました。その報告については真摯に受け止める必要があると思っております。先の国会において財務省からこの報告の内容を重く受け止め、これをしっかり検証した上で国有財産の管理処分の手続き等について必要な見直しを行っていくことに尽きるという答弁がありました。国有地は国民共有の財産であり、その売却にあたっては国民の疑念を招くようなことがあってはなりません。私としても国有財産の売却について業務の在り方を見直すことが必要と考えております。関係省庁においてちょっとこれ全然答弁違うもん。関係省庁において今後の対応についてしっかりと関係省庁において今後の対応についてしっかりと検討させているところであります。総理、全く私の質問に答えておられないんですけれども、私は国会に対する責任のことを言ってんですよ。国会に対して、国会に総理も財務省も適正だとずっと時間をかけておっしゃっておられて、それが適正でなくなったときに国会に対する発言の責任、謝罪なりですね、何にもないということはありえないですよ。国会が本当に軽んじられている、与党も本当にいいんでしょうか。これ私は本当にこんな内閣、無責任内閣、この体質、そしてしれっとですね、そういう答弁をされる総理、これは本当に私は大きな問題だと思いますし、似たようなことがですね、これからもどんどん起こる可能性が否定されないと思いますよ。こういう責任者が姿勢であれば、財務省が適正だと言ったから自分は言ったまでだと重く受け止めりゃいいんだと、こんな話って本当あり得るんですかね。いや本当に私は憤りを覚えるところでございます。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。